12月、あの男が今年もやらかす。2023年12月17日日曜日、カゾヘリポートにて今年は拡大版としてキッシュチューブミーティングサード開催決定、はいはい、車両展示、キッチンカー、YouTube 撮影などなど、究極のエンタメを皆様にご提供いたします。詳しくは右下の QR コードからキッシュチューブをチェック。ぜひ皆様も年の瀬に一緒にやらかしましょう。こんにちは、こんばんは。皆さんどうもこんにちは、こんばんは。鼻声だね。あ、ちょっと意外にね、あの、つくのうしろってやつだから。ちくのうね。ちくのうやつ。はい。ということで、本日、はい、皆さんに紹介したいなと。冬のビア。ビア。わぁ。うちらは出してないんですよ。あ、うちらは。うちらは出してないんですよ。うちらは出してない。はい。今回、僕注文したやつ全部揃ったんで。ということで、早速紹介したいなと。それか。そう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 、ね。ということで、まずみんな気になるやつ。もう持ってる人は持ってると思うんですけど、はい、こちら。はい、グローブです。お前、それ、ニンニク臭がすげえよ。いやいや、そんなことない。餃子だから。今餃子食ってきた。今ティップしちゃったらごめんね、しんさん。これ、ハイライフ見てよ。これ、すごいでしょ。ビン&エイジさんとハイライフのコラボなんですよ。これすごいの。これが、これウェットスーツっていうんですか？ウェットスーツっぽいよね。ウェットスーツの生地を使って、皮。伸び縮みがすごい。でしょ？まだそんな使ってないでしょ。うん。これ、ちょ、俺ね、結構使ってるね。これちょっと、あ、もう違う？結構使ってんのよ。どう？あ、もう違うね。でしょ？結構すぐ馴染むっすね。で、中も風が通らないように中にそのそういう素材が入れてあるんです。ここはそうだけど、そんないんだ。中通らないです。これ洋服着た時に、わかる。これね、パチって止められるわけですよ。わかる。それ風が入んないじゃないですか。わかる。わかります。これわかる。すごい、さすがですよね。中とかもさ、すごい。これほら、こんな感じ。すごいでしょ。そう、横もね、これ多分生地を違う生地使ってんのかな、どうなの。すごい柔らかいね。ちょっとこう皮なのにさ、少し伸びるというか。これがですね、ハイライフさんから今出てますんで、 XL が実はもう完売されてるんで。早いな。早いな。相変わらず、あ、いいなと思った時点で買わないと本当ハイライフすぐなって。これでもね、俺思ったんだけど、はい、俺いつも XL なんだけど、はいはい、これに至ってはね、 L で。 L の僕も。あ、やっぱそうでしょ。そう、 XL だけど、これに至っては L です。ワンサイズ小さくてもいいと思う。はい。これと、うん、ビン&エイジさんとハイライフもう一個コラボします。これいいよね。何がいいってね、普通のやつのコーチってさ、まあこのボタンのみ結構多いじゃん。そうです。ここからどうしても風が入るけど、はいはいはい、ジップ、そう、これすっごい大事。すごいいいよね。あとこれインナーも取り外しできるでしょ。で、取り外しができるんだけど、これ今日着てたんだけど、全く風を通さない生地ってすごいのよ。これ実はシェイさん気づいた、ここに空気口もあんのよ。あー、蒸れないようになってるからね。そう。で、あとこっち側の方にも実はジップがあって、ここで風が抜けるようにできてるんですよ。これも使用したけど超いい。もう一回このカーキ、これ結構内ポケも好きなんで。いいいい、内ポケもいい。これまたもう一個いくかあるの、シェイさん。バイカーならではだと思うんですけど、うん、バイカーってこう乗ってるじゃないですか、うん、乗るじゃないですか。ポケットってこっち側だとあれだけど、それ、ね、これさ、それ上から下に出られるじゃないですか。しかもほらこうやってゼリーとか持ちないわけよ。ライター持ちないかでしょ。カラーバリエーション他にもあったよね。あと黒。黒、あれなんか違くね。こういう遊びができるんだよ。何何何何、最初はこういうやつなんだけど、そうだ、ね、もう俺に至ってます。もう早いんだよ。もう作っちゃった。早いね。あ、だからこれをグリスモンキーさんのところでワッペン頼めば、サイズはもう分かってるから。もう分かってる。グリスモンキーさんに頼めばこれは作ってもらえるんだ。かぶるってくるじゃん。そんな時に、うん、あれあいつのこと分かんなくなっちゃったってのはない。なるほどね。そうそう。キッチューで、そして次また紹介したいのはこちらです。こちら、あのね、これさ、これもあったかいよ。これもあったかい。はい、こちらの商品、ハイライフと、うん、どこですか。これね、オリオンエース。オリオンエースさんのコラボでございます。これはまたね、めちゃくちゃいいよ。これなんてステッチっていう、これなんチェーンステッチ？チェーンステッチ。だからこれバッグを見せた。あ、そうですね。チェーンステッチね。これバッグ見てください。めちゃくちゃかっこいいんですよ。これがね、かっこいいよね。はい。
このまあもうやっぱりね、なんか選ぶ言葉が、まあ、あの人はもうちょっと変態だよね、やっぱりね、超かっこいいですよね。これもあれなんだね、このやっぱこのジップ、そうそうそう、ジップもそうだし、これこのキルティングのね、そうそう、俺ね、これのいいな、バイカーはもちろんだけど、はい、ほら、車も乗ってるんだ、乗りますね、だから車の時でも着れるなって思って、あー、いいですね、そう、これ、これで、またここにね、10周年の、はい、ハイラインの10周年のね、すごいね、すごい、10周年なんですよ。で、あと、これ見て、これも、うん、実はウェットスーツみたいな生地なんですよ、これね、うん、超あったかいよ、あったかいんだ、ウェットスーツっぽいの、いや、そうなんですよ、で、なんか全然毛玉にもなりにくいし、これ、あれだ、このマークという、そういうことなんです、そういうことだ、実は10周年、ジュニアさん、本気出します、すごいですよ、ね、ブルコさんですよ、ブルコ、ブルコさんとのコラボしちゃってるんですよ、めちゃくちゃすごい、ちょっと後ろのね、デザインもちょっと見ていただいて、あ、かっこいいね、超かっこいいでしょ、ほら、グッデイトゥダイ、これで XL、ちょっと着てみて、はい、自分173センチ、バタ下1メーター、何だこんな感じ、あ、XL で、あ、XL に見えないね、楽そう、着ててすっごい楽、あ、これもの顔、あれ、持ってないの知ってるじゃん、買いますよ、一回着てみて、一回着てみて、ね、いいね、あ、XL かな、あ、ちょっと後ろ見てもらっていいですか、XL、あ、あ、まあ XL かな、これはあれでしょ、ネットで買えるの、そうです、そうです、そうです、概要欄に貼り付けてありますんで、ぜひ皆さんあの見てみてください、あれもハイライトのやつで言ってたよ、あのほらバイブズミーティング持ってくって言ってたからね、で、にそこらにありますので手に取ってみてゲットしてもらえたらいいなと、はい、で、あともう一つ告知があります、実はしんさん僕ら僕ら今僕は着てないんですけど、僕らはい、ブランドを立ち上げました、はい、これ K クルーズ、 K クルーズですね、はい、しんさん意味を、 K クルーズの K は騎士チューブの、はい、クルーはこの乗組員とか船乗りとか、はい、騎士チューブの船にみんなでこの共に行きましょうよっていう、はい、複数で S、 まあ、ね、シンガレージの S っていうのもあってね、はい、K クルーズだから、はい、後ろに書いてある、これ見てかっこいいくらい、どう、かっこいいじゃん、デザイナー発表します、ハイライフです、はい、ジュニアさんにまたデザインしていただいてるんでね、結果で全部ジュニアさんだ、はい、これはブライトクルーズって言って、小泉さん、しんさんの大親友さんがですね、今回あのこの T シャツに関してスポンサーの社名ね、はい、そうです、ね、でもこれかっこいいよね、いやすごい、これもジュニアさんがデザインしてくださって、結果全部ジュニアさんのデザインだ全然、はい、ただ少ないです、ジュニアさんの方はどれぐらいあるか分かんないけど、うちらはお金がないから少ないよ、40枚ぐらいしか作っておりません、各サイズが本当もごめんなさい絞られてます、できたらこれも現地に持ってきますんで、あ、持ってくのね、はい、現地に持ってきます、ね、忘れないでください、忘れてないじゃこれもワイフズミーティング、はいはい、あ、間に合わないかもしれない、釣り直してるんですよ、ちょっといろいろありまして、これを釣り直してるんで、それが明日か明後日とかに届けば、うん、もしかしたら30枚ないかもしれないです、でもバイブズミーティングには持ってきますね、どうやって買えるの、現地でしか今ちょっとすいません、あ、ネットとかベースとかそういうのないの、キッシュ、あ、そういうの、 あるんですけどやってないです、得意でやってない、はい、得意じゃないんだよね、得意じゃないです、そういうの、いや買ってもらってありがたいんですけど、発送めんどくせえ繋がりで、これこちらそうですね、こちらです、ファイブズミーティングの方でですね、こちら配ります、北海道でミッドウェイさんがですね出してくれて、ミッドウェイさんからご協力のもと、ご協力のもと、ミッドウェイメイチャンネル、ペロペロチャンネルと以上、キッチューブっていうね、キッチューブで、この前大問題起こしたんじゃないのこいつはなんかすごい進撃の巨人みたいな格好してなんか結構怒られてたんじゃないか、あれは巨人っていう割には一番ちっちゃくなってた無料で配布します、はい、ちょうだいって言ってくれればね、そうですね、キッシュブのブースというか、ミッドウェイのねブースに、うん、ハイライフキッシュブだ、みんないるんだよ、みんないますよね、うん、まあ、ということでみんなで皆さんを待ち構えてますんでよろしくお願いします、キッシュブキッズ以上かな、以上ですね、いやキッシュブミーティングも行った方がいいんじゃないのいいんですか、それは今年もおかげさまで、おかげさまで第3回目、ご審査言った通り3回やれればね、まあ1人前かな、まあそうですよね、今回はですね、カズ氏が主体となって、そうそうそう、サポートしてくれる、サポートしてくださって押してくれてるから、はい、栗田議員と調査もなんか来るようなの、そうですね、場所もヘリパーク、いやもう本当ありがたいですね、ヘリのリチャーク、はい、リチャーク
1だからね。そうそうそう。でちょっと出したいなとか、はい、興味ある人は DM くれればいい。あ、そうですね、はい、うん、あのご出店者様も、今随時募集しておりますので、ぜひぜひ、満タンになった時点であの打ち切りとさせていただきます。結構少ないからね、申し訳ないけどね、はい、そうですね。ということで皆さんいつもね、あの本当にありがとうございます。この中でいつも見てるけどチャンネル登録してないやつとかもいると思うんで、あ、その人ほら、もしですね、ちゃんとやれ、ちゃんとやれなとか思いながら飲みますよ、もう本当にチャンネル登録しながら、高評価も押しながら、バーカでも何でもいいんでコメントください。はい、ありがとうございます。またね、バイバーイ。